こんにちは、ルイです。今回は小さな公園を作っていきます。よろしくお願いします。あれ、ちょっと違うな。土の道じゃなくて黒土の道だった。ここにお花を植えたいので、間にハイビスカスの低木を植えます。崖の上にも赤と黄色のハイビスカスの低木を植えます。どうしよう、降りれない。この低木を取ってから下に降りて崖を直します。公園にはやっぱりブランコだよね。黄色いチューリップ、コスモス、ヒアシンス、パンジー、バラと菊のお花、全部黄色いお花にしました。生垣を立てて、間にパブリックベンチを置きました。わーい、海だ。持っている遊具を置いていきます。砂場はここじゃなくてここ。岩場にチャペルの家具を置いてみました。ここから公園です。小さな公園の完成です。では見ていきましょう。滝のある崖はキャンプサイトの動画で紹介しましたね。目の前は海が見えてお花もある公園にしてみました。滑り台も置きたかったんですが、持ってないので残念です。いかがでしたでしょうか？本日もありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、またねー。